気もせず、ちゃんとやってたよね。嫌なことしないように、誰ともコラボもせず、まあ今のポケ気持ちいい。お酒飲んで、酒飲むか。飲む。いや俺疲れてるから今じゃ悪酔いしちゃうかもよ。酒飲んで踊って寝よう。結婚したい？そうなの？しゃぶるのうまいの？いや許してもらうって何様なのあいつ。喧嘩じゃないよ、もう別れたんだよ。もうやめよ、また復縁しましたって。怖いわ、考えたくないコメント。出たーとか、出たーとかもない。ちょっとトイレ行くで喋っとって。あいこ、うん、あんじゃねえよ、喋っとけって言ってんだよ。おしっこいって出しちゃい、命令すんじゃねえ。行っといで。てかさ、こんなに配信やっても誰一人彼女見つかんない。笑いなくない？あぶみや、いらっしゃい。じゃあ、出来上がるとさ、ひれにしかいないの、ここしかいないの、笑っちゃうよ。ぶーちゃんもさ、嫌な毎日だしさ、笑っちゃうよ。誰か歌舞伎おる人いる？いや、普通に来てくれたら無料でステッカーあげるよ。2種類作ってくる。やれよ、お前になんかやせん。お前うるさいんだよな、けどじゃあ何にない。おしっこしてるから喋っといて頼まれてんの。年収高い男から連絡来てる。うわっ、かわいいこの子、連絡来てるわ。レオワンさん、まゆちゃんと付き合ってる時はなかなかまゆちゃんのことを、まゆちゃんに申し訳ないから連絡できませんでした。別れたって聞いて本当だったら一回デートしてくださいって来てる。また来てるわ。ゼロワンさんこんばんは。こんな私ですが一応顔を載せときます。よかったら連絡返して。かわいい、かわいいね。
来てる。あ、また来た。また来たわ。出た。こうやって。ゼロワンさん、付き合ってくださいって。来てるわ。待ち受けにしてますだって。待ち受けにしてる。待ち受けにしてるか。元地下アイドルだって。鳩とか飛ばさないでね。地下アイドル、いや、かわいいね。地下アイドルから連絡しちゃった。マジやっぱこう潜ってるんだよ。やっぱ2000人もいたらやっぱ潜ってる人いるね。うん。まあいるわな、普通に考えて。いない方がおかしいわな、普通に考えてね。うん。で、多くもおんだしね、実は。鳩飛んでません。これはやばいわ。神回になっちゃうな。行くか、謝りに。謝りに、うん、すごい虚しいよね、あいつって。お金でしか見てない、よくわからない。みんなまず聞いて、年収とかでしか男を見てないじゃん。結局金っていうのがよくわかるよね。うん、申し込んでる。金でしか見てないんだよ、男。そこなんだよ。人間性が出るよね。うん。お金よりも大事なものってあるからね。お金が全てじゃないじゃんな、男って。だから割合だよね。お金が100になったらダメなんだよ。性格が5、お金が5だったらわかるじゃん。でお金が9、性格、中身が1もおかしいじゃん。一般的にはお金が5とかね。で、見た目が2とか、で性格が3とかあったら分かるんだけど、眉っていうのはお金が100になってるんだよ。お金が100になってる。で、俺は女を選ぶときに、まずお金は0なんだよ。金なくてもいいんだよ。うん。で、見た目が 4か5ぐらいで、まあ中身は4も5ぐらいかな。うん、俺はね、性格悪いと、例えばすごいお金持ち、毎月これで生活しないで50万くれる。でも家に帰ってこない、何してるか分かんない。家帰ってきたらすぐ寝るとか嫌でしょ。ね、で俺はその点、好きなものを買ってあげる。で、優しい。で、顔もまあ悪くはない。で、まあたまに面白い。で、優しい。完璧なんだよ。身長高い、うん、優しい。
うん、最高の条件揃っちゃってるわけ。うん、でたまに臭い、うん、それはしょうがないよね、たまに臭いのは。でもお風呂は入らせればいいだけの話だから、来るはそうしてたよ。じゃあお風呂入ってって、そうやってやればいいじゃん。うん、接点がないよね。うん、で清浄っていうのは手抜きをしない、言い方が悪い、いつも全力、いつも全力で 愛せれるって、これはね長所だと思ってる。性欲が強いからこそできる、うん、手抜きしないから、うん、で眉もいいとこはあるから、優しいとこもあるんだよ。表面的にはね、やっぱ金は金金言ってるけど、優しいとこもあるんだけど、やっぱ金金言いすぎ。さすが18歳からずっと28歳まで飲み屋で働いた子って感じ。うん、そういう印象、うん、よっぽどだよ。これはね、憎しみに変わってる。俺の当てつけだね、完全に。俺がさっき配信者に電話したのは、ネタ感もあるじゃん。うん、ネタ感も。しかも、タイトルに堂々とする。あの必死な感じ。めちゃくちゃ必死だよ。早漏とか偏見時代、ずっとキャバとかラウンジとかじゃない、うん、女の子に合わせて俺はいける、うん、奉仕タイプ、いや逆だね、やらせるタイプ、うん、あんまり奉仕はしないと思う。ねちょねちょしつこく舐め回したりとか、そういうのはしない。舐める、自分が舐めさせる派だね。だからM っていうのは舐められたいって、それ M じゃん。で俺そうじゃなくて S なんだけど、舐めさせるっていう感じ。うん、わかるっていうこと。本当の S は自分が攻めるんじゃないんだよ、させるんだよ。これはね、本当の S しかわかんない。自分が大してやらない。うん、オラ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 ってやってるのは S じゃない、 M なんだよ。奉仕してるからね。これね、勘違いしてるんだよ。うん、勘違いしやすい、うん、まずパルの場合はパル的にもう、なんていうの、別れてるって言ってるんだから、喧嘩する意味なくないって話。喧嘩するってことは結局付き合ってるってことになるわけよ、うん、こう冷静に考えるとね。俺とマイは付き合ってたから喧嘩して別れたわけじゃん。付き合ってないやつらが喧嘩する理由ってなくない？うん。そんなね、熱くならないじゃん。どうでもいいじゃん。なんでそこまで熱くなれるの？好きだからじゃん。マユも好きだから多分熱くなってるし、俺も好きだったからムカついてる。うん。
ていう冷静に考えれば分かりますよ。やっぱりもったいないし、俺ももったいない。もうすっぱり縁切って、本当に別れてるんなら一緒に暮らさず、そんなね、お金1ヶ月分払ってるとかも、そんなのいいやん、あげてやれば。でもホテルに暮らすと。で、俺もきっぱり切って、配信に専念する。それが一番の最善の手だよ。って思わない。多分リスナーは賢い人はそういう見え方してると思うよ。しょうもないことしすぎな、俺も含めて。うん。何言うか知らないけどね、俺は。会いに行っていい？ちょっと。合鍵返してもらった。じゃあ行くわ。鳩だけ飛ばさないでね、俺。もうマジで行くから。もうムカついてるから。どこに行くのって？テロップに書いてあるじゃん。テロップに。うん。行くよ、俺は。ムカつくからね。行くよ。バカにされて行くに決まってんじゃん。当たり前じゃん。バカにしすぎ俺を。どんだけバカにするの。やめてよ、本当。マジでムカつく。どんだけバカにするの俺を。毎日は行きませんよ、うん、もう分かりきってると思うけど、大丈夫かどうかは分かんない。ハト切れてる？行くよ、うん、会いたいから。聞いた？うん。なんで前に会いに行くの？テロップ見なよ。なんか調子乗らせるのやめてね。勘違いさせるの。別れたよ。バカにしてるよな、ほんと。許さねえよ。